何？ああ？繰り返します。東京神楽町での商業ビル爆破を含む相次ぐテロ行為の首謀者として、警察は事件現場の遺留品から検出された血痕の DNA の型が合致したことから、住所不定指定暴力団東城会系の元組員春日一番42歳と、同じく住所不定無職の北村義一42歳の2名を全国に指名手配しました。指名手配だ。恐れていたことが現実になってしまったようだ。ああ、我々を狙うのはもはや大宮警察だけではなくなったかもしれん。あれ、あの人たち今ニュースでやってるのと似てない？本当だ。でもマジでテロとかなんとか言ってたよ。もしかしてテロリストだ。アップしたらいいね稼げんじゃん。
いいな。頼むわ。
いや、切。